こんにちは、今です。では今日は A、B やりましょう。一応この A、アルファベットの A で始まる単語を勉強しとくと、A から始まると、いやこれ A だなって分かるし、B から始まると、あ、これ B だなって分かるんで、ちゃんと覚えておきましょう。OK? で、最初に、アルファベットを見てすぐに分かる。これが大事ですね。もうこれ分かっちゃうともうこっちのもんですね。OK? 絶対に、アルファベットがこれだと分かるともその後こうやってどんどん読めるようになってきて、英語の本とかも読めちゃうんで、まずはでもここから始めましょう。 OK? 行きましょう。まずは A、 A の単語は書いてありますね。 Apple、 Apple、 OK? リンゴさん、さんつけないですね。で、 Apple のこの A って音は実は顎をずらして私たち発音します。 A、 A でちょっとだけこう顔があって、顎があって、顎はちょっと左に、あ、あって発音します。OK? まあ、あと A を一緒に言う感じ。え、あ、それそれそれ。あと A を一緒にして、え、いいですね。それそれで、さい。で、こっち、これやりやすいですね。え、あ、あ、これ、まっすぐにして、あって言おうとすると、あ、ダメ、ダメ、ずらしたい、ずらしたい。OK? もうそれがやっぱこの、あの音は、って発音します。OK! ではそれをちゃんと覚えておいてください。で、恥ずかしくても関係ないです。やらない方が恥ずかしいです。あーです。OK? じゃあそれちゃんと頭に入れてやりましょう。Apple。OK? そしてくしゃみをしたときに、あちょって発音します。あちょ !OK? あちょ!いいですね。Very good! じゃあ一緒にやってください。あちょ!あちょ!いいですね。OK? まあ日本語だとハクションね。ハクション。早くやると、ハクション。似てますね。アチョ。一緒で、ほぼ一緒ですね。やっぱりこれ人類みんな兄弟。なのでね、やっぱりこういうついつい出ちゃう音、出ちゃう声ってやっぱり似てますよね。ハクション、このくしゃみもそうでしょ。おならもそうでしょ。おならもやっぱり世界共通ですね、音はね。OK? なのでやっぱりこれ人類みんな兄弟なわけですよ。OK? じゃあ、もう一回やりましょう。Animal、動物。Animal。Animal, OK? じゃあ、Animal, ちゃんと発音覚えてください。Animal, 動物、Animal. OK, いいですね。そして、B, B も大事ですね。B から始まる単語たくさんありますね。B, B, B, B っていう感じで、もう、バーンみたいな感じの発音になります。いきましょう。まずは、Banana。バは普通で、バ。バは普通のように、Banana。一回普通って見せかけといて、ああの音でまた普通に戻るっていう、何もなかったかにするのが大事ですね。じゃあ行きましょう。バナナ、なかったっけみたいな感じでね。バナナ、バナナ、いいですね。そんな感じで行きましょう。バナナ、バナナ、バナナ、Very good, very good. OK. そして、bag. カバン。カバンね。bag. bag. bag. これもう何かあったかのように。これやっぱりもう、一回しかないし、やっぱり、あーの音なんで、何もなかったよみたいなのができないんで、それも何かあった感じいきましょう。bag. bag. Very good. そして、あ、これヤギの鳴き声ね。バーバーっていう感じでやったりするんです。難しいですね。ちょっと今日ちょっと調子が悪いですね。じゃあ行きましょう、一緒に。バーバーで、ちょっと声を面白くすると、実際するとうまくできますね。バーバーバー、うまくできないですね。まあ別にうまくできなくていいですよ。そんなに言わないからね。じゃあもう B で始まるっていうのが覚えていってください。OK? Alright, so let's practice. もうどんどん練習しておいてください。そうすると、言えるようになってくるし、読めるようになってきます。OK? そうすると、将来ね、いろんないい仕事に就けますね。好きなことだけやって、お金も入ってきて、またもっと好きなことできるっていう、そういういい、こう、大人の言葉で言うと、いい循環って言いますね。循環になって、いい循環になってくるんで、みんな頑張って英語勉強しましょう。